どうもこんにちは、あいやきっちでした。こんにちは。さあ、一発逆転夢見る紳士淑女、並びに破天荒なね、少年キッズ少女キッズの皆様、お待たせいたしました。アストルティアハッピーくじ9周年お祝いハッピーくじが、はい、なんと今日から発売されております。こちらくじ屋ね、ちややちゃん、まあ、各町のね、駅前に売ってますのでね、こちら良ければ買いに来てください。さあ、初めての方はね、ハッピーくじってなんじゃらほいと思いがちだと思うんですけども、はい、いわゆるアストルティアの中の宝くじみたいなものでした。はい。まあ、なんと、一等当てればね、まあ、ね、8億ゴールド、まあ、当たればの話なんですけどね、もらえますので、夢とロマンをね、はい、ここで買いに来てください。さあ、何がもらえんですかということなんですけども、こちら。はい、1億ゴールドの袋8個、8億ゴールドですね。そして、特等町違い賞で5000番ゴールド。じゃあ、高木ちゃん、ちょっとどこの町が、特等、当たりやすいんですか？教えてくださいよ。はい、今、ドドン出てると思うんですけども、画面上に。まあ、今までのね、過去のね、一等の出た街、はい、こんな感じになっております。まあ、やっぱりね、グレンがね、なぜか多いよね。グレンが4回、ガタラ、オルフェアが2回、ベリナード、ジュレット、アズラン、カミハルムイが1回ずつ、そして2回はキャリーオーバーっていうのがあるんですけども、明らかにグレンが偏ってるんですよね。まあ、グレンね、かなり大人気なので、早く買わないとなくなっちゃうので、どうしてもグレンが欲しいよっていう方はね、早めに買ってください。1等で1億ゴールド、2等で1000万ゴールド、夢のアクセサリー箱が3等、1個もらえる。そして3箇所までもらえるっていうね、ハッピーくじ印象っていうね、はい、ね、もう、どんどん仕草がなくなってっちゃうよね。何でもかんでも。最近もあれだよね、運営さんね、このね、スタンプさえ出しとけば、もう皆様、ね、僕らね、ユーザーが喜ぶと思って、もうスタンプをね、出しまくってるけどね、まあ、正直ね、使いどころがな、難しいやつはね、もう飽きて使わないんだよね。久しぶりね。まあ、これはちょっと使うけどね、一休みじゃ。まあ、これも使うけどな。使いづらいやつはすごい使いづらいよね。なので、ちょっと、モーション班の皆様、頑張ってくださいよ。仕草。たまにはちょっと仕草を出してくださいよ。もう、スタンプはいいんですよ、スタンプは。もう。はい。ということでね、もう運営の愚痴はね、もうやめとこうね、これ以上はね。はい。で、くじ券を買うんですけども、やっぱりね、男らら、狙いたいところなんですけども、まあ、正直ね、まあ、当たる人は当たってると思うんですけども、初めての皆様、まあ、現実的に見てください。ね。アクセサリー箱をね、狙っていってください。この、夢のアクセサリー箱。じゃあどこが当たるのって話なんですけども、そんなもん、ね。そんなもん、わかんねえよ。そんなもん、確率の問題ならわかんねえよ。まあ、抽選方法がですね、回るルーレットに対して、ダーツを投げていくというね、なんという、アナログなやり方なんだよね。はい。まあでもやっぱり公平性が保てる。いや、保ってないよね、これ明らかに。グレーンが4回来てるんだもん。すっごい偏ってるよね。まあ、その偏りがアナログなんですけどね。はい。ということなので、自分のね、好きな街で買ってください。なので、あやきちゃん、もう全部ね、僕はね、ガタラでもう毎回買ってます。考えてもね、もうわからへん。調べたんですけど、今までのね、当たり数字を。8がやたらで多いの。まあ今画面上に出てるけど、8がね、絡むね、数字がね、やたらと多いんだよね。あるんだろうね、ルーレットの、なんか、こう、重量だとかさ、偏りっていうかさ、投げる人の手首の力量のスナップの効かせ方とか、まあそんなような癖があって、8によく止まるんだろうね。うん、残念ながら。あ、それ以外の数字は残念ぷということで、まあそう、どうかわからんけど。うん。まあ好きなね、街で買ってくださいって言いたいんですけども、はい、ここでね、この景品の3等をご覧ください。夢のアクセサリー箱2。はい。まだまだね、アクセサリー完成してない人とかね、初めてやった人、最近初めてやった人とかっていうのは、なかなかアクセサリーをね、手に入れる機会っていうのはね、少ないと思う。はい、そこでこの夢のアクセサリー箱2、こんなものが出ます。ドドン。
中性の超過アクセルギア、限界投資の指輪、限界同士の指輪、大地の大竜弾は魔人の勲章、金のロザリオ、陰謀、月飾り、マガ玉、眼光、そして将軍指輪、両方、死神ビアス、忠義の勲章、地方の首飾り、というような、結構豪華絢爛なアクセが出てくるんですよ。しかも現物必ず1個、どれか。うん。まあ、なので、こういったものを持ってない方っていうのは、かなりね、アストロティアハッピーくじ、もらえるチャンスなので、まあ、アクセサリー集めをしたい。まあ、狙ってもらえるもんじゃないですけど、とにかく今言ったアクセサリーが欲しいっていう方は、必ずこれをね、買っといてください。でもどこの街で当たるんですか？高木言っちゃう。それもわかんないですよね。はい、そこでいい買い方があります。いい買い方が。はい。必ずアクセサリーがもらえる買い方。全部の街を2個ずつ買ってってください。そしたら必ず2個もらえます。2個のやつ。もちろん狙いをつけて、この街で全部僕欲しいんですよ。20個全部アクセサリー箱2欲しいんだよということは、まあ、どっかのね、街をギャンブルとして買ってください。ただね、必ず2個最低買える。ね。はい。そんなやり方は、全部の街の宝くじを2個ずつ買ってってください。でも、高木ちゃんちょっと全部の駅回るのめんどくせえな。そう思いますよね。僕も思います。そんな各駅2個ずつ回りたくねえよって思う。うん。っていう人は、こちら。超お出かけ便利ツールから、なんとハッピーくじがね、買えるんですよ。ハッピーくじ情報。で、ハッピーくじ情報から、ハッピーくじを購入する。なんとワンボタンで、はい、購入できます。ただし、ちょっとめんどくさいのが、こうやって、1枚ずつ、手押しでね、やっていかないといけないっていうのが、一気にね、2枚とかね、買えないんですよね。これ。まあ、時間がある人とか、こうやってバラバラで買いたいよっていう人は、こうやって、各町のね、宝くじを、ハッピーくじをね、ここで、超お出かけ便利ツールで、購入してください。こうやって2枚ずつ、各ね、2枚ずつ、買っていくと、必ずね、アクセサリー箱2が、2つ、なので、初めての方、夢のアクセサリー箱2狙いなんですよ。必ず僕ね、アクセが欲しいんですよっていう方は、こちらの便利ツールから、こうやって、ポチポチ押しながら、やると、割と楽に購入できます。はい。購入ね。ただしですね、ハッピーくじ今回初めて買おうという方、これね、ハッピーくじね、購入がね、できません。初めての方。っていうのは、ゲーム内で一回買わないといけないんです。このくじケースを手にするために。なので、こうやって買った後に、お出かけ便利ツールで購入が可能になりますので、こういう風にね。なので、一回でもいいからいいして、一駅でいいので、そこの一枚買ってくじケースを購入して、お出かけ便利するから買ってください。抽選日なんですけども、8月18日水曜日、ドラゴンクエスト TV の生放送で抽選をね、されます。スマホ片手に持って、はい、街は当たった！お、この番号来てるというね、熱き思いをね、たぎらせながらね、よく生放送を見といてください。はい、ということで今日はアストルティア9周年お祝いくじ、発売日の動画でした。まあ、さっきも言ったんですけど、特に初めての方とか、まだまだアクセが出てないよっていう方は、結構ね、いいアクセサリーが出ますので、これを狙ってね、必ず手に入れたい方は、ね、2個ずつ買ってアクセサリーを手に入れてください。まあ、ギャンブラーの方はね、ここの年だとね、狙いをつけてやってみればいかがでしょうか。まあ、8月のイベントがこのアストルティアハッピーくじと、大富豪と、ね、お宝写真でなんだかごまかされてるような気分だな、余計なこと言うな。ハッピーくじ、当たりたい。8億、手に入れたい。でも、本当は、リアルの宝くじ、サマージャンボが当たってくれた方が嬉しいけどね。デヘペロ、グレンはな。なんか、基礎もないけどね。次は、はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。